やは赤ちゃん扱いしてくる人をブラック、で微妙な人をグレー、で対等に扱ってくれる人をホワイト。なおには反抗期来ないからみたいな、それが嬉しくてさ。何人かには来てるよね。来てる来てる、もうねだいぶ来てるよ。え、何人、あと誰に来そう。来そう、さつき、え、テレサ。今さつきテレサ危ない。危ない、さつきテレサ危ないって。今ミクとヒナあるのがもうブラックゾーンね。あ、そうなの。そうで、グレーゾーンに今さつきとテレサがいる感じ。ありゃミク、テレサ、あとさつき、あとアルノ、中西アルノとヒナ。え、でもテレサがさ、あんまりアヤにあやちゃんって出てこないけど、いや、やってくるよ。やってくる。お尻とかめっちゃ触ってくるし。え、そうなの。そうだよ、定番、ね、あやちゃんってやってくる。あやちゃん、これ似てると思う。確かにめっちゃ触られるわ。テレサこうやって触ってくる。わかる。あやちゃんってテレサなんかちょっとね、面白いよね。ごちそうさまでした。ごちそうさま。美味しかったね。美味しかったね。3時半じゃん。私歯磨いてくるわ。あ、オッケー。顔の角度とかもなんかぽいわ。わかる。喋り方も似てた。普段私たちのために働いてくださるマネージャーさんを見ていたので、いつも乃木坂のマネージャーさん、ありがとうございます。こいつすげえな。あやをめでる。はい、あやの写真とか、その、もう本当にアクリルスタンドとか、あやをいっぱい飾って、毎日こうやって喋りかけいるじゃん、会えるのに。あ、でも毎日会えない時もあるので、ね、携帯の録画面とかも全部あやにして。本当に、はい、推しなのかな、もう推し、なんか好き、産んだ記憶がある感じ。私、あやのことあやちゃんって呼んじゃうんですよ。なんだろう、彼女にはもう、この前ミクが言ってたんですけど、産んだ記憶があるって、なんか私もそう思えてきちゃうんですよね。娘って感じが。我が子のように。我が子みたいな感じで。何歳差なの、あやちゃんと。5歳ぐらいです。5歳の時じゃ産んだのかな、すごい。壮大な話になってくるけど。あ、もうそんぐらい可愛くて仕方ないんだ。可愛くて仕方ない。本当になんか笑ってると涙が出そう。親だね、本当に母性が芽生えちゃってるのね。くーちゃんはあーやのお母さん。その通りって思わず言いそうになっちゃった。私はきっと無理だと思うけど、死ぬまでにテレサのことをもう別れるとこだけ分かりたいって思うくらい、何を考えてるかは、こういうこと考えてるんだろうなって、私人のことを見て思うのが、まあ結構思うんだけど、いつも人のことディープ見て、テレサはこう思ってるんだろうなって思ってることが多分ほとんど思ってない気がして。すごい面白い作品になってると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。おにくり動いて、あやちゃん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 、冷蔵庫にあるはずなんだけどな。あやちゃんにしかない可愛さというものがあるわけですが、このフォルム、フォルム、この色合い、この立体感、立体感、みんなあるよね。立体感みんな 3D だよね。 3D、 3次元に存在してるから、ね、でもこの小川屋っていう、形はこの世に一つだけなんだよ。そうだね、そう、私は一人、そう、この唯一の小川彩が好きなんだよ。そう、彩ちゃんは本当に、これもすごい悩みなんですけど、彩ちゃん以上に自分の、もし将来子供とかができた時に、彩ちゃん以上に愛せるかが、あんた、わからないくらい彩ちゃんのことが大好きなんです。もうね、本当に偉いよ。よし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 。すごい嬉しいね、こうやってよしよしできる距離感にいるのが。確かに、そう、なくなったんだよね。そう、今回から近い、うん、イエーイ。私は本当にあやが欲しくて、だからあやのまずお母さんをリスペクトしているんですね。だからあやのお母さんにあやをどうやって育てたのかっていうのを、もうこと細かく聞いて、たくさんメモして。いつもさ、みんな
あやのことすごいさ、もう、うん、うわーってやってくんじゃん、うん、だからもう危ないねって。確かに今まで番組の収録とかでもパーテーションがあったりしたら、うんね、もうここまでしか行けなかったもんそうそうそう、あやあやってこれからも何でもできちゃうちょっと楽しみかも。楽しみ、うん、確かになくなったのは嬉しい。そう嬉しいこっち襲いかかる側だからね。え、いや逆かもしれないよ。あキャー怖いよ確かにミクとか、うん、ミクは怖いな気づいたら後ろにいるかもね。もう恐怖かけはるか暖かかった、かけはるか暖かかった、かけはるか暖かかった。おー、すごい。一ノ瀬とかできなそうだけど、できる？得意？早口言葉得意です。お前何でもかんでも得意ですって返してくるな。はしゅちじゅん。早い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 って。乃木坂46、怒らせたら怖そうなメンバー、はい、こちらです。ヤンバーワン、まあ、こちらです。じゃんじゃん、テレパン、テレサね、テレサ。なんかさ、うん、全然想像できないけど、うん、もうめっちゃこうやってキャーンあーかわいい。あ、さりげないナギハート、あ、かわいい、アイハート、かわいい、かわいい。もうこんな目で怒ってきそうなイメージあるよ。あやちゃんなんとかなんとかだよねって言ってきそうじゃない。そうそう、でもさ、そのテレサはまだそんな怒ってないテレサだと思う、うん、あーそっか、うん、確かに。はよ予約しろよミクがミク怒ったことないよね、あやに。確かないね、うん、そうね、本当に最初の方全然喋んなかったな、ミクと、うん、研修の時とかね、うん、全然ミクとの研修の思い出なんもないもん。本当にそう、本当に喋んなくて、なのにいつの間にかこんなになっちゃったねいつからか。一番年齢もかけ離れてて、かけ離れてちょっと失礼だよ、かけ離れてるってことではない。はい、生配信中にコメントしてくれた方もしっかりチェックしていきますので、今も見てますよ。なのでたくさんコメントしてくださーい。いちょいちょしてる。しょうがないし。お願いします。すごい。見たいな。何がいい？教えて。教えて。いや。いいかな。両手に花。生えました。リボンチャーしないとダメでしょ、ナギ。じゃあやってよ。あ、来た、バブ。バブナギが来ました。結んじゃうよ、いいの？え？ナギ、いいの？結んじゃったよ。かわいい。これ何の時間？じゃあ、ナギちゃん引けないから帰りに。引けないから。引いてあげるね。帰りに引いておいてあげるね、リコキューね。かわいいよ、手つけたらいいかな。全部似合ってつけて最後3人はお一人様天国で好きな歌詞ありますにゃん。うわー、ありますにゃん、恥ずかしい。あれは飲んだけど、あれできたの？なぎ今が一番恥ずかしいよ。なぎみたいにやりたわけじゃないか、ね、恥ずかしい。ありがとうございます。そうだよね、ありがとうございます。めっちゃ一番ノリノリとか言わないで。あげみたいにやりたくてやってるわけじゃないか、すごい恥ずかしいね。ね、皆さんどう思います？そういう2人見て。かわいい。テレパン前もさ、ショールーム、うん、あ、これね、一回の行儀でかぶりました。確かに見たな、それ。かわいい、かわいいね。油断するとね、すぐ頭にこうやってかぶっておかひなにとお仕事の合間に、合間、お仕事帰りとかに焼肉よく行ってたんですよ、あるのも引き連れて。でも最近全然行けてないから、ちょっとひな誘ってくれないと寂しい。ひな、ミクに怒られちゃう。うん、おいしい。
羨ましいだろ、メンバーだからできるんだぞ。みんなにアンされちゃった。どっちも違うかも。違う、うん、ご飯も食べたい。そうなんだ。これなんだっけ。とろ生カスタード。うん、おいしい。ね、なんかカスタード、どっちも違う、うん、やばい、すごい。サイリウムが振られてる。羨ましがってる人がいっぱいいる。羨ましいだろう。いいなぁ。いつか混ざりたい。いつか食べさせて。いい、四姉妹みたいだって。あらあら、やった。なんか時々一ノ瀬が流れてくるんだけど、気のせいかな。ミクちゃんが、ミクちゃんが見てる。もしかして見てる。なんで。え、違う違う、なんか違う、ファンの人かな。なんかやべえこと。いや、これは一ノ瀬が、これはミクちゃんがみたいな。なるほど。ミクちゃんが怒るぞみたいな。そういうことね。ごめんね、ミクちゃん。ごめんね。さくたんがおかわりに行ったの、うん、そしたら帰ってきた時に自分のそのおかわりのパンと私のパンをお皿に持ってきてくれて、あ、ミクのパンも持ってきたって言って、ちゃんとしかもトースターで焼いてくれたの。彼女にしたい。でも本当私ね、涙出てさ、パン焼いてから涙出てさ、怖い、涙出てさ、ちょっと怖いよね。あのサクラが私のためにパン取ってきてくれて、しかもトースターでわざわざ焼いて一番美味しい状態でくれようとして。あやのお前そういうこと言うのやめなよ。あやは別にいいんだけどね。耐えられないんだ、君をぶち壊して抱きしめたい。愛してる。結婚しよう。ぶち壊したいという単語がかなり頭に残っておりました。だって書いてあるんだもん。ぶち壊してダメだよ、もう完全にさ、もう一ノ瀬の影がもう一ノ瀬の呪いかかってるよ、この言葉の中に。これで一ノ瀬って言われる一ノ瀬もかわいそう。あいや、あいや許さないよって、声が聞こえてくる私。これイロハね、じゃあ。うん、私はお願いします。やった、振られた、結婚してもらった、よし。そう、僕が君をこんなに愛してるのに、なんでだよ。打ち壊すやつとは一緒にいられない。そうですね。ドン、わあ、わあ、話題になられてたやつ。なんで、なんで戻りたいの。これね、いい、ちょうどね、さっきみーきゅんが紹介してた、うん、喫茶店のカットの時に私、なぎと二人で撮ってたんですけど、うんうん、本当に見ていいのかなって思っちゃう。ね、なんか、うん、なんか秘密を見ちゃった感じする。でも実際5期生いつもこんな近さだし、なんか確かにそうだね、撮られてるね。リアルっちゃリアルだよ、うん、リアルだ。リアルですね。ミキュン、ミキュンで、ミキュンとか。なぜ一ノ瀬とかでもいい。ミク使って洗っちゃう。大中小とか。たわし、なんでそんなミクに従うの。たわしの私三兄弟ちゃんをよろしくお願いします。よろしくお願いします。今でもちょっとあげましょうね。大吉小吉、大吉中吉小吉も出てきた。一ノ瀬ミクは採用ならず。ならずでしょ。一ノ瀬ミク、いつもなんか全国ツアーとかでも結構なんかミクと一緒に寝たりするんだけど、うん、いつも本当にお風呂にすぐ入んないの。わあ、もう遅いのにずっとまだ入りたくないって言って、ずっとあやにさ、またベタ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 してくるの。それがさ、でもたまに私結構あやと約束、今日一緒に部屋行くねとか約束するんですけど、ホテルとかで、うんうん、私がだいたい寝落ちしちゃうんですよ。そしたらこの間あやから、普通は好きな人と寝るってなったら忘れて寝たりしないよね。本当に。え、私のことそんなに好きじゃないでしょってすっごい怖い顔に詰められて。そうだよ。好き、やっぱ好きだからこそ寝ちゃうんだよ。どういうこと？どういうこと？寝ないよね。ただ眠いだけでしょ。お風呂さ、めっちゃ広くて私さ、嬉しかった。うん、確かに。うん、どういうこと？待って待って、全然話つながんないんだけど、どういうこと？怖すぎるって。むくんじゃうから。むくんで。むくんでないじゃん。かわいい。いつ
か見たいな、小こんぐらいとか。でも本当に1回も切ったことないから、うん、なんか絶対似合わない気がしちゃって、うん、いやいやいやちょっと勇気が出ない。かわいい。なんで買いな？結構具体的な食い物も買ってもいいのか。7チキ。7チキか。一緒。いっかちゃん。やだ。